況もあって、まあ、ハンドボールが身近だったので始めました。他のスポーツに比べたらもう飛んだり投げたり走ったりっていろんなことが入っててすごい楽しいっていうイメージがありました。やっぱり自分がシュートを決めた時が一番嬉しいし楽しい。目標はやっぱ日本一っていうのが目標で、去年選抜に出た時に1回戦で負けた悔しさがあるので同じ失敗をしないように向けて今チーム一丸となって頑張ってます。ハンドボールの競技を説明いたします。縦が40メートル、それから横が20メートル、体育館でする競技としては最大の面積を有する競技となります。前半が30分、後半が30分、コートの中を7人の選手が攻防します。通常このように半円形のところをガードするようにディフェンスしますけども、この部分をゴールエリアというふうに言いまして、ゴールキーパーしかこの部分に入れないということになっています。ディフェンスする方も攻撃する方もこの中には入れません。ただし空中には入れるということになってまして、ジャンプをしてこの中に飛び込んでいってシュートをするという独特なボールの投げ方をする競技でもあります。センターバック、レフトバック、ライトバック、レフトウィング、ライトウィング、ピボットというポジションで通常は攻撃をします。守る方もこのように6人を配置することもありますし、ちょっとこういう形で 5-1 というちょっとバスケットじみた感じになってきますけども、こういう風に守ることもあります。ルールとしてはバスケットと同じようにボールをキャッチしてから3歩3秒ボールをキープすることが許されます。また動くときにはドリブルをついて動くことも許されます。相手を守るときにはガードするときには両手を使って相手の動きを制限することができます。身体接触が許されるということで、そこがちょっとバスケットよりもハードな部分ということになります。以上が簡単なルールです。